パーフェクトワールドホワット、エーパーフェクトワールドは、清涼院流水による小説作品。西尾維新の刀子と共に、講段社ボックスの企画、大河ノベルの第一弾2007年作品として12ヶ月連続で刊行された。全巻読めば英語が話せるようになるという触れ込みで、全巻とも横書きである。また、作中には所々に、 京都市内の風景写真が挿入されていて、イラストの代わりに梅吉の切り絵が用いられている。京都市内に住む一角家は3人家族。2007年1月にある留学生のホストファミリーとなった。留学生の名は、レーモンド・クオーツ。ニューヨーク出身の彼は、一角家の一人息子、英数と同い年で、京都大学に1年間留学するべく、日本語の基礎を、 ある程度学んだ上でやってきたのである。やる気満々な例につられ、一角家の母、数代も一年間で英語を話せるようになりたいと言い出したため、A 数は例に日本語を教えるから、かつて父、大醐から教わったキャナスピークを母に教えることに。しかし、例には日本語を学ぶ以外の留学目的があった。それは、 行方不明となった父が残した言葉を手がかりに京都のどこかに出現するワンネスを探すこと。それを手伝うことにしたエイスーは気づかなかった。ある時期から否定し続けている運命というものに自分が飲み込まれていることにありがとうございます。